頭、痛い。未だに住んでいるんですけど、築5年の、まだまだ新しいアパートでの話。その日もいつも通り、ベッドで寝ようと思ったんです。俺のベッドは壁際で、部屋はアパートの一番上で角部屋なんです。ベッド側にしか他の部屋はないわけですが、隣の住民は早くに出てしまって空き部屋。じゃあまあ寝るかと電気を消してベッドに潜り、布団をかぶって数分経ったでしょうか。何か聞こえてくるんです。いったー。最初は何だろうくらいにしか思っていなかったんですけど、それがだんだんと俺の耳元で聞こえてくる。徐々にはっきりと、そしてすごい勢いになってきたんです。頭痛い。別に聞くつもりはなかったんだけど、確かに聞こえる。女の人だ。やばい。もうすごい声で、俺の耳元で聞こえるその声が全然止まらない。頭痛い。俺はもう何が何だかわからなくて。でも全然それ終わらない。背筋はゾクゾクするし、全身ですごくやばいって感じがビリビリする。本当に危険な感じがした。何より、本当に怖かった。俺もうビビりまくって、何かしなきゃって。念仏なんて唱えられないし。でももう数十分はそれが続いていてどうしようもない。俺布団かぶったまま座禅を組んで、ひたすら、生阿弥陀仏って。その間も、その声は止まらない。俺のベタな念仏と、その声だけ聞こえる状況が、それから10分ほど。頼む。お願いします。帰ってください。お願いします。声出して頼んでいた。すごくアホだったかもしれないけど、必死だった。その後それが止むまで、どれくらいかは全く覚えていない。止まった後すぐ飛び起きて、電気をつけ、テレビをつけて先輩に電話。マジでガクガク体が震えるし、その日は結局朝まで起きっぱなしだった。それから先輩に言われた通り、塩を部屋の四隅に巻き、夜中にパラパラと部屋に塩を巻いてる姿って自分でもどうかなって思ったけど、あの時はマジでした。普段そんなの信じていなかっただけに、自分にとっては本当怖かったですよ。ダム。昔俺が大学生の頃の話。ある日友達にドライブに誘われた。別に行くところがあるわけじゃないのは分かっていたんだけど、まあちょっとくらいと思って行くことにした。あの時、本当に行くんじゃなかったって、今すごく後悔してる。ドライブはいつも通り、別にどこに行くわけでもなく、仲のいい友達同士でくっちゃべってるだけだった。そこら中走り回って、話題も尽きてきた頃、友達が、なあ、心霊スポットに行こうぜ、なんて言い出した。別に行くところもなかったし、ネタも尽きてきていたから、みんなも乗り気だった。飛び降りが絶えないというダムだった。ダムに車を乗り入れ、
ちょっと広い場所に車を止めた。下を見て、こっから飛び降りるのか？怖えな、とか言ってた。すると友人が下に降りる階段を見つけた。みんなは幽霊とか信じていなかったから、それに4人もいて、じゃあ行ってみようということになった。なんかガキの頃を思い出してドキドキしてた。本当にこの時は何にも思ってなかった。遊園地のお化け屋敷に入るくらいの気持ち。結構長い階段をジッポの明かりを頼りに降りていく。下まで降りるとダムから凄まじい勢いで水が噴き出しているのが目前に見えた。ドーってものすごい音だった。草の生い茂った水辺に立ってすげーって四人で見てた。水の音がすごいから話も大声でしていた。そしたら水のドーって音に混じって何か聞こえた。ん？と思ったけど、友達が二人で喋っていたんで、その会話の一部がちょっと聞こえたんだと思った。で、俺ももう一人の友達と、ここすごいな。ここに飛び込んじまったら、遺体なんて上がってこないよな。とか言っていたら、で、え、が、って何か聞こえた。さっきよりも強く聞こえた。というか、女みたいな声だぞって思った。ちょっと怖くなったけど、友達が喋りかけてきていたんで、気のせいだろうと思い、そのまま会話続けていた。そしたら友達が俺を通り越して向こうを見ていたんで、その目線の先に振り返ると、さっきまで喋っていた友達二人がキョロキョロとあたりを見回していた。どうした？って声をかけると、そいつら近くに来て、変な声聞こえなかったかって言った。俺はゾッとした。そして、俺も聞こえたって、相槌を打とうとした瞬間。ね、私が、いや。俺たちみんな、顔を見合わせて黙っていた。水の、けたたましい音に混じって、それは明らかに聞こえた。みんな、聞こえたっていうのが、表情で分かった。しばらく黙っていた。怖いもの見たさっていうのか、もう一度その声を聞こうと静かにしていた。他の三人はどうかわからないけど。でもしばらく聞こえなくて、友達が、何今のって言った。それからみんなで、おいおい、マジ幽霊かとかなってた。でもこの段階ではまだ冗談半分だった。もう一回聞こえないかなって言って、みんな再び黙った。水の、ドーって音がずっと聞こえていた。すると一瞬、その音が遠くなった感じがして、今度ははっきりと聞こえた。なんで私が、死ななきゃいけないの？女の、絞り出すようなかすれ声。水面を見た友達が悲鳴を上げた。水面のダムから浮き出した水しぶきで白く霧がかかったような場所に女がいた。いたというか浮かび上がっていたというか、青黒いような女の顔が暗いのにはっきりと見えた。俺たちは悲鳴を上げながら必死で階段を駆け上がった。何度も転びながら必死で上まで登って車に飛び乗ってダムを後にした。明るくなるまでみんなでいて朝方解散した。その後その時の友達同士でマジで怖かったなとか話してて、他の友達とかにもこんな話をしていた。あそこで幽霊見たって。そしたらその友達、仲はいいけどあんまり遊ばない奴が、マジ？じゃあ俺も行ってみようかなって言って、
案内しろって言ってきて本気で断った。そいつ、仲のいい連中三人でそこに行って、死んだよ。三人で例の階段を降りて、何かを見た三人は、俺たちと同じく、慌てて階段を登ったが、上について、一人いないことに気がついた。待っても待っても、そいつは上がってこなかった。二人は降りて、確認することもできず、かといって、そこから立ち去ることもできず、車で、ルームライトつけっぱなしにして、朝まで震えていたらしい。朝、恐る恐る階段を降りてみると、階段で、すごい形相で死んでいるそいつを見つけた。二人はそいつのあまりの形相に、生死を確認することもなく、その場から逃げた。そして警察に通報した。そいつは体にあざがあり、階段から落ちたことが確認できたそうだが、それが死因というわけではなく、原因不明の死だということだった。一緒に行った二人のうち、一人は気がおかしくなっていた。もう一人が、警察やら、死んだそいつの両親やらに、ことの成り行きを説明したらしい。死んだそいつの父親は、俺たちが、そのダムに、行くことを勧めたんだと思って、四人全員の家に怒鳴り込んできた。息子が死んだのはお前たちのせいだ。遊び半分で、死者がさまようような場所には行くな、って。俺は、行くことを勧めたわけではないと思いつつも、何も言い返せずに黙っていた。そいつの父親が散々俺に怒鳴り散らした後、帰り際、一緒に来ていたそいつの母親が、ごめんなさい、あの人、息子が死んで悲しいんです。怒りのぶつけどころがなくて。息子は自分の判断であそこに行ったんですよね。息子の死はあなた方のせいじゃないって言ってた。それを聞いて不意に涙が出た。やっぱりどこかで責任を感じていた。次の日、そいつの父親から電話がかかってきた。昨日は怒鳴り散らしてすまないと謝ってきた。俺は何も言えずに電話を切った。その後一緒に行った四人の友達でダブの話をすることはなかった。死んだそいつと一緒にダブに行って一人になってしまった奴も俺たちと一緒にいるようになった。五人でたまに気がおかしくなってしまった奴の病院に見舞いに行ったりもするが、それでも、ダムでのことを話すことはない。本当に恐ろしかった。幽霊を見ても、まだ怖さを理解していなかった。知っている奴が死んで、やっとそれがどういうものか分かった気がした。二回目にダムに行って、唯一無事な友達が、ダムの下でどんな体験をしたか、今も聞いてはいない。そしてこれからも聞くことはないだろうと思う。天井のシミ。学生の頃、練馬の木造ボロアパートに住んでた。そこで一年くらい暮らしたある日、初めて友人が泊まることになった。飲んでいるうちに終電が過ぎてしまい、仕方がなく、俺のアパートに来たんだ。散らかり放題の部屋で、なんとか友人が寝るスペースを作ると、深夜の2時くらいに横になった。おい、これって人の顔に見えねえか？しばらくして友人が話しかけてきた。天井を指さしている。ああ、そりゃシミだよ。多分上の住人が水漏れでもさせたんだろ？天井の一部が不自然に汚れていたのは越してきた当初から知っていた。あれ、おかしいな。友人は立ち上がって天井を観察しだした。寝てると見えるのか？
俺はちょっとイラついて起きると、蛍光灯の紐を引っ張って照明をつけた。あ、見えなくなった。だから、ただのシミだよ。だが友人は、俺に構わず、近くにあったテニスのラケットで、シミをなぞり始めた。これが口だろ？そんで目、鼻はここ？なんか違うな。いつもなら、部屋の電気は消して寝るんだけど、友人がトイレに行くときのことを考えて、豆電球だけはつけておいたんだ。友人は、寝ている状態だと、人の顔に見えるという。しつこく進めてくるんで、俺も同じ状態で天井を眺めた。確かに、人の顔に見える。初めて気がついた。これって、北枕になるよな。友人がそう言った瞬間、部屋が揺れた。二人とも、息を呑んで、あたりを伺った。地震、だよな。俺が恐る恐る立ち上がって、蛍光灯の紐を引っ張った時だ。40ワットの蛍光灯が点灯する瞬間、天井にはっきりと、中年の男の顔が浮かんだ。二人は同時に声を上げて、部屋から逃げ出そうとした。うるせえぞ！部屋の壁を蹴る音が響いて、俺は頭が真っ白になった。確かに、右隣からその声は聞こえたんだけど、俺は焦って部屋を出ようとする友人を引き止めた。落ち着け、落ち着けって。今玄関の扉を開ければ、そこに何がいるかわからない、そう感じた。なんだよ、こんな部屋いられねえよ。友人は声を押し殺して訴えた。違うんだよ。俺は友人の前に立ち塞がった。隣、空き部屋なんだよ。きょとんとする顔つきの友人に、俺は言葉を続けた。誰も住んでないんだよ。つい最近になって、その木造アパートがある場所の近くまで行った。その築40年くらいの建物は、跡形もなくなっていた。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。私はチョキを出しました。ですのでグーを出したあなた、グーですよ。昨日パーだったからね、今日はグーですよ。グーを出したあなた、ラッキーでございますね。よきよき、よきよきでございます。そしてラッキーアイテムはですね、今日はもう決めてきましたよ。はい。もう決めてきちゃったんですよ。餃子。またピンポイントに餃子。なんで餃子かちゃんと理由があります。今夜うちの食卓は餃子です。今夜。これ今日の夜餃子食べる予定です。はい。ネタを作っておいて、皮にね自分で入れて鉄板に焼いておいて食べるというやり方をしようと思っております。はい。なので皆さんも餃子食べてみてはどうでしょうか。なんというなんかねえ、すごい偏ったラッキーアイテムですけどね。でも餃子美味しいですよね。皆さん餃子とシューマイどっちが好き？餃子派の人、はい。シューマイ派の人、はいってね。私はね、正直言うと餃子派です。ただシューマイももちろん良きかなということで美味しいです。横浜の崎陽軒さんの餃子。横浜に出張行った時にね、新横浜かな？駅の中の売店で、いつも行くたびに買ってたんですよね。あれ美味しいですね。で、私崎陽軒さんの名前をいつもね、ザキ陽軒って呼んでました。ごめんなさい。知らなかったんで、最近になって崎陽軒という名前をね、確かね、リスナーさんに教えてもらったんだよな。ライブかなんかの時にね、崎陽軒さんですよね。ずっと崎陽軒って呼んでましたね。失礼いたしました。あれ美味しいね。ねえ、崎陽軒さんの
餃子ない、シューマイね。ごめん。ごめん。さっきから餃子言ってるよね。崎陽軒さんのシューマイね。シューマイです。ごめんなさい。もう今、過去に戻れないんですけど、私多分、餃子って言ってるよね、さっきから。シューマイです。あのシューマイは、美味ですね。良きかなでございます。なんで今日良きかなって言ってるかというと、さっきからね、頭の中に、あの、千と千尋の、あの、良きかなーってやつが、あの、浮かぶんですよ。なぜかわかりません。ずっとなんか頭にちょっと浮かんじゃったんで、良きかなって言い続けております。千欲しい千欲しいじゃなくてね。そういうことで餃子です。ねえ。あ、昨日ね、前も言ったと思うんですけど、あの、初めてね、大戸屋さんにね、食事しに行ったんですよ。この前は、あの、お弁当をテイクアウトしたんですね。大戸屋さんに、食事をしに行きました。美味しかったです。美味しかったです。それだけですか？いや、それだけじゃないんですけど、美味しくてですね。あの、他にもね、どっかの店がやってたんですけど、ドリンクバー頼むと、帰るときに、その、お持ち帰り用の紙っていうか、あの、カップが置いてあって、ドリンクバー頼んだ方は、一杯お持ち帰りが OK って言うんですよね。あれいいよね。確かに、デニーズさんもやってるんだよね。あれ、あの、帰りね、車運転するから、帰りねって帰りね、車運転するから、ちょっとあると嬉しいよね。一杯コーヒーお持ち帰りできてね。うん。おー、いいなぁと思ってね。また行こうかなって思いました。感想文？小学生の感想文みたいなね。ね、感想文ですね。はい。で、その帰りにね、まあ、スーパーで、食材をね、ちょっと買わなきゃいけないんで寄ったんですよね。で、前も言いましたけど、バレンタインコーナーがあったんですけど、小さいね。今バレンタインのコーナー、すごい小さいね。ね。こうも変わった、もうバレンタインというものが僕が生きてるこの数十年の中で、ね、その歴史を見たって感じですよね。結構すごい盛り上がってる時期も知ってるし、ギリチョコだよ。ね、盛り上がってる時も知ってるし、今はね、もうこんなことやめようぜってなってるこの盛り下がりのところも知ってるから、ねえ、なんか、あ、クリスマスもそうだよ。クリスマスって言うと、もう、ホテルのレストランを予約してね、男がもうギンギンなんですよ。あの、目がギラギラしてね。目がギンギンギラギラしてるんですよね。もう愛だか欲望だか知りませんけど、愛だか欲望だか知りません。そんな目でギラ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 ってね。して、そんな、なんて偏見に満ちた表現の仕方だ。もう女性はね、ふふんって感じでね。そういう時代も、そこまでじゃないけど一応知ってる、まあ、周りそうだった時代もあったような気がする。まあ、私がひがみでそう思っていただけかもしれない。でも今だとね、そんなクリスマスなんてあんまり聞かないですよね。そのホテルディナーとか。わかんないですよ。やってるかもしれません。私がもう元々そういう世界にいないですからね。ごめんね。自分で言ってて悲しくなってきたわ。ただ自分が子供の時になかった、あまりそんなに騒がれていなかったもので盛り上がってるのは、恵方巻き。まあ、これはね、まあ、食材ロスのこととかを考えるとちょっと問題ですけど、まあ、縁起物としてなんか定着しましたよね。私も食べてますからね。あともう一つこれは悪いものですね。ハロウィン。だってハロウィンって、あれでしょ？渋谷に集まって、軽トラひっくり返すお祭りでしょ？あれはいかんよね。あんな渋谷に変な格好して集まってきて、みんなで軽トラひっくり返して、で、乱的騒ぎを起こす場所、日だよね。あれはあんまりいい定着じゃないよね。ねえ。すごく偏見。ただ、イースターってあんまり浸透しないよね。ねえ。あとはね、これ浸透してるとは思わないんだけど、よくテレビでやるからね、なんか、あれなんだけどさ、春節だった急、なんか、来るじゃないですか。私ね、ちょっと、まあ、これ別にいいんですよ。インバウンドの人はね、ウハウハで良きかなと思ってると思いますけど、みんな忘れてると思うんですよね。567ってさ、今特に収束してないじゃないですか。私もかかったしね。収束したって言われてからかかったしね。だからみんなもう、ね、こんなもんは、ただの風邪だ！
マスクを外せやおらみたいになって、ケホケホ言いながら歩いてるけどさ、それからかかったからね、私。私はしてんだよ、ちゃんと。だからさ、いいの来て。あんなに。あんなに来ていいの？ねえ、まあ、デリケートな話だからあんまり言いたくないけど、元だよね。いろんな、ねえ、いいの？と思いながら、まあ、あまり、繁華街には行かないようにしようかなって、この時期はね、思っております。やっぱり一回かかるとね、一回その567かかって、今でも後遺障害ね、で苦しんでる自分としては、決して甘くないんでね、ね。と思いながら、テレビのニュースをね、ご飯食べながら見るときに、たくさん来ますね、とか言って、豊洲とかでね、海鮮丼が1万8000円が売れてますよ、とか言ってるのを見て、と思ってね、まあ、観光だからその高く売りつけてもいいんだろうけど、もう一昨日かな、ガイアの夜明け見てたら、その築地にで長く商売やってるおじいちゃんが、会長さんかなんかが、この豊洲のこの流れがね、やっぱり良くない。過剰にね、1万8000の海鮮丼。ウニがついたマグロの串が1本6000円って紹介してて、こういうものじゃないって言ってね。昔からその買い物に来てくれていた、本当にその地元のお客さんとかを無視して、外国人の方にね、ほら見ろこれ食えよ !6000! はい海鮮の1万1000円とかでね、なんか過剰に盛り付けたものとかをやるっていうのは、これっていいのっていうようなことをすごく疑問に思ってるっていう、ガイアの予約をやってて、ねえ、だってインバウンドってさ、インバウンドやってる企業はね、それはウハウハなんだろうけど、それで日本のね、その、日本全体のその、経済良くなるんですよっていう人いるけどさ、そう？そう？何も感じないよね。僕ら、感じないよね。だってハマグリだっけ？アサリだっけ？ごめん、違うな。ハマグリだっけ？ホタテだ、ホタテ。ホタテ。ホタテの時にさ、漁師さんがさ、5点立てててさ、C 国にすごい売り続けてホタテを高値でね。日本にはほとんど流通させずに売って、ホタテ5点作ってって、まああったじゃないですか。でも、その C 国がね、輸入禁止にしたら、もうやってけねえよ。補助金くれよとか、なんか、日本人も食ってくれよみたいになってるのがね、もちろん報道とかね、ニュースは、ネットのニュースはね、誇張してるとも思うけど、でも、実際そういう側面もね、ゼロではなかったと思うんですよね。だからこの今、インバウンド企業とかがさ、今はいいけど、もし何かあった時にさ、例えば、スーパー567とかさ、マイティストライク567とかが来た時にさ、コロナスペック2とか来た時にさ、もういいよ。ライジングコロナとかさ、はい、コロナ来ちゃった。567ね、が来た時にさ、またどうせ減るじゃん。その時に、もうやっていけないですよ。とはニュースが絶対流れるよね。なんか商売としては、今が良ければそれでいいじゃんっていうのってね、もちろん今が良くなきゃ未来はないんだけど、なんかね、嫌な商売だなっていうのがね、僕がね、そのブラックにいる時に、インバウンドって言葉が出始めて、その、ブラック社長とかはね、インバウンドの時代が来るぞとか言ってやったんだけど、やっぱりね、普通の鍋とかをね、すごい高値で売ってるんですよ。その、インバウンドのその、対象のところにね。え、これ鍋じゃんと思って。これいくら？と思って。それも別にいい鍋じゃないんですよ。どこぞにある、どこで作ったのこれ日本製？え、本当に日本製みたいな。ね、本当にこれでいいの？って。でも案の定その567になってインバウンドのその事業部は、まあもう、ボロボロだったよね、その会社。もう、かれこれ7年くらい赤字叩いてんじゃないかな。ずっとね、それくらいの状態になっちゃうんで、ねえ、どうなんでしょうねって思いながら、1万8000の海鮮丼はさすがに食べたいと思わなかったです。という感想文を最後に言ってね、良きかなということで終わりたいと思います。なんでこんな話になったっけ？あれなんでこんな話になった？あ、そうそう、流行が変わるっていうね。流行が変わって、ハロウィンが、ランチキー騒ぎで、ケイトラをひっくり返す祭りってことになって、
あ、でね、その、春節の話からここまでになったんだ。ごめん。もう、記憶を読み解いていかないとね、もう忘れちゃうんでね。ということで、ね、すいません。長々と話してしまいました。ありがとうございました。またお会いしましょうね。See you でございます。おはなるこんでした。ありがとう。